こんにちは、エウレカです。今回はホビーストックさんから発売されておりますピクリル劇場版マクロスデルタ絶対ライブトレーディンググッズボリューム2が届きましたので開封してまいります。以前に発売済みのボリューム1ですね。これらに関しましては缶バッジのセットとアクリルスタンド、アクリルフィギュアを購入しております。ちょっと振り返りで見てまいりましょうね。缶バッジのセットとなっておりまして、劇場版の衣装のワルキューレシリーズですね。こんな感じで、はい、ワルキューレシリーズと闇キューレシリーズで、はい、缶バッジが発売されました。最近ね、動画でアップロードしております A3 さんと同じような感じで、缶バッジ基本ランダム商品になるんですが、ボックス買いをすると全ての種類を揃えることができるようになっておりまして、さらにさらにボックス買いすると、ボックス特典ということでおまけがついてくるんですね。以前ボリューム1で買った時はこのフレイヤちゃんがおまけでついてきました。これ衣装名なんだっけな、忘れちゃった。ローズ、まあいいや。はい、あとはアクリルフィギュアということで、これね、ネット通販だけじゃなく普通に店舗で売られてたりしたすることもございます。買った時はね、ネットで買った時は缶バッジだけだったんですが、普通に店舗で売られておりまして、その時にエウレカさん買ったものになります。闇キューレさんと、闇雲さんとミグモちゃんでございますね。闇キューレさんなんだそれはい、ということで今回購入したもの届きましたので開封してまいりましょう。あ、でね、先に言っておきます、この今回ボリューム2発売されました、まだネットの方で在庫ありという状態になっておりますので、ご覧いただいて、あ、その絵いいなというふうに思った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクを貼っておきますので、そちらの方からご注文ください。はい、納品書が入っておりますので一旦よけましょう。ではではでは、見てまいりましょうか。まずはこちらでございます。アクリルキーホルダー、ボックスで購入いたしまして、特典でついてくるのがこちら、ハヤティ。今回はハヤテくんがついてくるんですね。ちょっと開けてみますよ。ちょっとこのビニール、これちょっと開けづらいぞ。よし、素材的にサランラップみたいなものが巻いてます。なんだこのシーラーってやつで巻いてるんですかね。はい、ハヤテくんでございます。リンゴを握りしめているんですね。ボリューム1の時におまけでついてきたフレイヤちゃんもリンゴを握りしめておりますので、あ、いい感じのセットになるんじゃないでしょうか。ちょっと古いバージョンは一旦避けましょうか。さあ、あとこちら開けてまいりましょうか。ピンセットが必要ですね。ピンセットで丁寧にフィルムを剥がします。よいしょっと。で、今回に関しましてはボックス買いしたにはしたんですが、お友達とキャラをちょっと分けましょうねっていう約束で購入したんです。エウレカさんが正直欲しいのは、一番欲しいのはミクモちゃんです。あとちょっとおまけも欲しかったので、お友達がマキナとレイナを引き取ってくれるということで、あともう一人のお友達カナメさんを引き取ってくれるという方がいらっしゃいました。フレイヤちゃん欲しいという方もしいらっしゃいますかね。そしたらフレイヤちゃんをお譲りすることも可能でございますので、はい、もしよろしければお声掛けください。もうボックス買いしておりますので、はい、何が出るか、
全種類揃うというのがもう決まっております。開けていっちゃいます。バシバシ開けていってきます。開けてきますよ。まずは、はい、レイナさんからの全10種類だったかな、10種類入っているはずです。そうですね、全10種類ですね、入っております。衣装が2種類なんですね。前半の唇の凍傷の時に着ていたスケート衣装、スケスケヒラヒラ衣装です。裏、まあ、豚マクロスの時にも実装されていた衣装と、これは最終決戦の時に着ていた衣装になりますね。おい、こんな感じでございますよ。なかなかグッズ化されておりません衣装ですので、まあレアっちゃレアですよね。可愛らしくていいんじゃねえかなと思います。もう全部開けてきますよ。全部バンバン開けてみます。はい、お待たせいたしました。エウレカさんのみぐもちゃんでございます。超セクシーなんですよね。この胸元がね、スパーンと真っ二つに割れているわけですよ。大変ですね。おっぱいが真っ二つに割れているだなんて大変だ。失礼しました。あとこれがそのスケート衣装ですね。あれ、でもこれなんか見覚えあるな。よいしょと。このスケート衣装に関しましては、以前ガチャで出ておりましたね。これはね、コンプリートしたんですよ。要さんだけ出なくて結構苦戦したんですが、はい。こんな感じでございます。以前もありました。これが今回、グッズ化されたということで。いやー、嬉しいじゃないでしょうか。ねえ。で、言いました通り、まだネット通販で在庫ありという風になっておりますのでね、マクロス応援のためにもみんなでこのグッズを購入すれば、またね、別のグッズが作られる可能性があるわけですよ。運営さんが儲かればね、あ、なるほど、マクロスのグッズって売れるんだ、儲かるんだ、じゃあ次作ろうぜっていう風になるのが必然ですからね。はい、こんな感じで、ちょっと最初ここいらへんレイナさんとかお見せしてなかったですね。レイナさん、マフラー、みんなマフラーか。マキマキは頭にマフラー。ナナメさんは思いっきりね、首に巻いてる感じでございますけど、いや可愛いですね。フレイヤちゃんまだ見、あ、フレイヤちゃんさっき見せたか。まあいいや、はい、こんな感じで衣装名マフラー勝手に。それがラストのフレイヤちゃんでございますね。はい、こんな感じでございます。全種類入ってまして、おまけのハヤティですね。キーホルダーがリング式じゃなく、このバネ式のやつっていうのはなかなかいいですね。付け外しがしやすい。じゃあ次も見てまいりましょうか。缶バッジでございます。缶バッジの方もおまけで颯くんがついているわけです。カットは使わなくて大丈夫です今回は。よいしょ、ぐるぐる巻きになっているのを、はーい、颯くんですね。いいじゃないですか、リングを握りしめて。アクリルキーホルダーの方が全身見られるっていうメリットはありますね。サイズ的にお顔を大きく見たいという方は缶バッジでいいのかもしれないです。全身見たいな、衣装の全身を見ておきたいなっていうには、キーホルダーの方が良さげでございますね。あれ、これは封されてないな。おかしいぞ、こっちには封されてたんですが。缶バッジはちょっと全部開けるのまた大変になっちゃうので、全部は開けますね。一個だけ開けましょうか。よいしょ、一番端っこに入っておりました。はい、フレイヤちゃんの、はい、スケート衣装ですね。はい、こんな感じで早触れでセットになるわけですよ。いや、むしろこのセットが一番欲しかったっていう感じなんですけどね、正直エウレカさん的には。いや、いいじゃないですかね。同じ銀河リンゴ、ウィンダミアアップルを握りしめてるわけですよ。あ、これちょっと飾っとこうかな。はい、といった感じでアクリルキーホルダー、缶バッチ、あと
先ほど言いました通りね、これらに関しましてはお友達にお裾分けするということになっておりますので、エウレカさんは個人的にまたアクスタを買ったわけでございます。なんだろう、最近アクスタ買うようになってきたな。あんまりあれんこれは1んなんかまたやらかしてる。はい、マキマキ、はい、かなめさん、マキマキ、あ、違うんだ、これ自分が買ったんじゃないんだ、すっぽり忘れてた、これお友達が欲しいって言って買ったんだな、多分。全然記憶いないですね、やらかしてますね、自分のじゃなかった、はい。だからこうかな、マキマキのアクスタ、かなめさんのアクスタ、そんな感じでいい気がします。ちょっとお友達とのやり取り探って見直してみます。まあでもよかったよかった、あのこのね、みくもちゃんのキーホルダーと缶バッジは手元に残りますからね。いやー、なかなかこの先ほど、別の動画でもよくエウレカさん言ってるんですけど、このチビキャラがね、エウレカさん好きですので、こういうグッズ、なかなかありがたいもんでございます。で、繰り返し申し上げますが、まだグッズの方がですね、在庫ありになってございます。リンク貼っておきますのでね、ホビーストックさんのサイトを覗いて、ぜひとも購入してください。まとめ買いするとハヤテ君がねついてくるとか、そういったおまけもありますのでね、まあ、単純に1個分お得なわけですからね、まとめ買いをするといいじゃないですか。はい、ということで今回はこれにて終了といたしますね。これも毎度のように申し上げておりますが、マクロス応援のためにぜひともイベントに参加するとかグッズ購入いたしましょう。まあ、転売がいいとは言わないんですけど、まあ、中古ショップとかでもね、マクロスグッズたまに見かけることあります。そういったところでもね、ぜひお持ち帰りしてあげてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。